예뻐요기레기레다浅草の街を颯爽と駆け抜ける人力車。気持ちいいわね。最高だよ。実はインバウンド景気の中、今高収入の引き手が次々誕生しているといいます。この男性は最高月収なんと127万円。かっこよくお願いします。じゃあ行ってらっしゃい。世の中の賃金が伸び悩む中、人力車ドリームを目指し希望者も殺到。しかし、体つけて。あ、ごめんね。グッド。大通りだから。オッケー、オッケー。そこには厳しい世界も。給料爆上がり？月収100万円超え人力車の秘密とその舞台裏を追跡します。東京浅草、この日も人力車の乗り場には多くの外国人の姿が。こちらはイスラエルから来た親子。おすすめって聞いて乗りたかったの。ワクワクしてるわ。Okay, let's go. 雷門を正面に見ながら大きく曲がると、その先にはスカイツリー。奥にお寺見えますか？お寺見えます、はい、あと奥に五重の塔も見えます。浅草のガイドを受けながら街を巡ります。こちらは引き手70人を抱える人力車の運営会社。4年前の創業時に比べ売り上げはなんと30倍に。社長の西尾さんによると、そんな会社にある異変が起きているといいます。今年入ってからなんですけど、面接した子たちが人力車の引き手になりたいと希望者が殺到。多い月には50人以上の応募が。その理由の一つが、もう本当アルバイト20歳の子が130万とか100万を超えることとか。インバウンド景気に伴い収入もアップ。なんと月収100万円以上の引き手もいるといいますが、本当に絶対やるって決めない限りやめた方がいいよっていうのは伝えます。応募の中から面接で3分の1以下に。さらに数ヶ月にわたって研修が行われる厳しい世界です。現在研修生は45人、3割が女性。それぞれのレベルにより研修を受けます。研修7回目の青山さんは、坂が難しい橋での運転。肩も下げて、体つけて。あ、ごめんね。すみません。うまく車両を制御できず前が上がってしまいます。研修9回目の三宅さんは方向転換しようとしますが、うわ力でやろうしないで。簡単そうに見える操作もかなりの技術が必要。研修中におよそ8割が引き手になれずにやめていくといいます。そんな中、彼らが目指す人力車ドリーム、なぜ高収入が可能なのか。こちらの人力車の料金は2人乗車の場合10分5000円、60分なら2万円です。コースは客の予算や希望時間に合わせて引き手が提案して決定。浅草を紹介し客に楽しんでもらいます。この会社の引き手の基本は時給制。キャリアにより1時間1300円から4000円。だいたい1日1万円ぐらいの計算かなとも思います。人によって歩合とかが変わってくるので、頑張れば頑張るほどって感じだと思います。実はこの会社ではモチベーション向上のため様々なボーナス制度を充実。
1日の売上目標を超えると賞金や歩合が増加し、さらに月の勤務日数によるボーナスも。トップクラスになると、原田さんかなって思います。はい、月に100万とかはあると思います。月100万円を稼ぐというのがこちら。おはようございます。はい、原田です。原田雄一郎さん、21歳。高校を卒業後、2年ほど引き手をしています。最高月収の明細を見せてもらうと、なんと127万円。月収100万円超えという人力車の技とはどんなものなのか。もうマシそうよ、マシそうよ。車体はおよそ90キロ、2名が乗車すると重量は250キロほどにも。最高時速はおよそ20キロ、多い日には20キロメートル以上を駆け抜けます。月収100万円を稼ぐ原田流人力車の秘密とは。 634m. The Sky Tree is the tallest building in Japan. This park is a very famous park in Tokyo. 流暢な英語で説明しますが、中国語に。いやー、チェミッソよ。チェミッソよ、楽しい。楽しい、チンチャ。韓国語。他にもインドネシア語など、なんと5カ国語を使いこなします。もともと浅草来た時はハローとイエスしか言えなくて、でお客様にもう英語教えて英語教えて英語教えてって言って、子供が教えてもらうように教えてもらった結果、海外の方に、あ、日本人じゃない、日本人の英語じゃないねって言われます。そしてやはり人気の秘密は操縦術による抜群の乗り心地。とてもいい走りだよ。最高のドライバーだね。スタッフも乗車してみると、靴みたいのもあるんですか、自分なりの。この肩の動き、そうですね、吸い込むようにこうやって運転することで、こう運転のしやすさ、安定感だったり、マンホールは踏まないようにしてます。こういうマンホールだったら、こう車輪と車輪で真ん中でこう行くような感じ。どれだけ揺れないか、座席にペットボトルを立てて運転してもらうことに。最初は恐る恐る。続いての秘密が、おもてなし力でリピーター獲得。はい、じゃあレッツゴー、行ってきます。はい、行ってきます。韓国から来た日本のアニメ好きの女性2人を乗せると、僕も鬼滅の刃好きですよ。僕も好き。鬼滅の刃が好きだと聞き、ルートを決定。これはロック通りと言って、ロック通り、あの、あ、はい、炭治郎、はい、鬼舞辻無惨、はい、あ、あった場所、そう、すごい、そう、そう、そこ、ここで初めて会った。鬼滅の刃に関係する場所を案内し、二人は大喜び。ここで初めて会って、鬼滅のことをもうちゃんと教えました。まあ、浅草とゆかりのある場所は調べてやったんで。休憩時間も、携帯結構いい。今、あの七福神とか吉原の歴史についてちょっとメモ取ってたって感じですね。スマホを使って常に浅草の情報を仕入れてメモ。仕事終わりは夜の浅草を歩き、新しいお店情報などもアップデート。さらに、見えてきましたよ。写真撮っちゃおう。いっぱい撮って。全然ゆうちゃんの後ろ姿とか残してもいいんで。めっちゃ撮っちゃう。かっこいいよ。そう、かっこいいでしょ。後ろ姿って言うとなんか後ろ姿だけみたいになるから。ちゃんと表もかっこいいでね。客を喜ばせる話術と、とっておきの話題。
30分が3分みたいに感じましたよ。もう面白すぎて。このようなおもてなし力で時間を延長するケースもあり、リピーターやファンも増加。月収100万円につながっているのです。この日は6時間勤務で、原田さんの収入は2万円ほど。客が殺到した時は歩合と賞金などがさらに足され、1日最大7万円を稼いだこともあるそうです。実は原田さん、夢があると言います。自分で会社設立したいなって考えてるので、まあ、そこの資金を貯めるために、自分に興味あるのはアパレルだったりとか、あと自分ラテアートかけるんで、カフェとかも。そんな夢と高収入も可能な人力車の世界を目指している一人が、3月に研修生となった大学生の島田萌花さん、20歳。新しいことをやりたいなって思った時に、ちょうど旅行で浅草じゃないんですけど、人力車に乗ってこれだと思って。研修を卒業するには20回から100回以上まで差が出るといいます。島田さんは22回目。この日うまくいけば卒業検定に進める大事な研修です。はい、1歩目は、はい、下下発進は下発進した、肘曲げない、そう、力が必要なスタート。姿勢の取り方がポイントです。そう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 、そこでも近いです。なんとか走らせていきますが、カーブでは大きく膨らんでしまい、今度は車を意識し左に寄りすぎ、苦戦したのが左右の後ろを確認しながらまっすぐ走ること。回す、タイヤ回す、見てから動く。今もう動いちゃった。そのラインは変えないでほしいんだけど、後ろを振り向く際に人力車が左右にぶれてしまいます。ちなみに引き手2年目の新井さんは、後ろを振り返っても全くブレはありません。次第に焦りも出てくる島田さん。なんか平成もあったじゃん、はい、道路の状況も守ってくんないと困るべ。普段は余裕を持って止まれるはずが、判断が遅れバランスを崩してしまいます。そして大通りではグッと踏み込んで発進できる。グッと大通りだから、オッケーオッケー。スピードを上げようと力んでしまい、前に傾き舵棒が地面に激突。大事な研修でミスを連発してしまった島田さん。真っ白になっちゃう、こう持つとなんでダメなのかがわからないっていう状況が結構あって、改善できないと、まあ卒金にはもう無理、難しい。だって力でやっちゃってまた転んじゃいました、でんぐり返りしました、これがエンターテイナーですとはならないじゃん。かつては人力車の引き手でもあった社長は、俺もさ研修ね24回目くらいかな、汗がドバドバ出てきて、こんなにきついの無理じゃないってずっと思ってたんだけど、ある日突然こんな楽にできる瞬間があるんだっていうのがずっと続いて、多分モカもその瞬間で必ず訪れるから、あとはやり続けるしかないと思って、絶対できる瞬間来るから。はい、一人前の引き手、その挑戦は続きます。